はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。村長スタジオです。今日は、皆さんに便利に使ってもらうように、モドドラムのドラムマップを、DTM の生徒のリンダさんが、頑張って作ってくれました。それを皆さんに公開したいと思います。公開の URL は、末尾でご紹介します。村長ミュージックスタジオ。それでは今、モドドラムをこのように立ち上げました。そしてモドドラムのマッピングは、このようになっています。このマッピング全部、約50種類ぐらいあるんですけれども、スネアドラムの場合でしたら、このようにスネアのレフト、スネアのライト、そしてサイドスティック、リムショットの L、リムショットの R というように、モドドラムでは、スネアだけでも、5つのパターンがあります。それを全部登録しました。例えば、このようなフレーズをセットしてみました。はい。これをちょっと見てみましょう。このようになっています。ドラムマップが出ていない人は、このようにミディ鍵盤モードになっていましたら、この小さなアイコンをドラムに切り替えてください。そうするとこのようになります。初めての人は、ジェネラルミディのドラムマップだけが入ってまして、ドラムマップが違うとですね、モドドラム用に割り当てが全部がないですので、音程の場所も変わってしまいます。これにマップをダウンロードしていただいて、重ね合わせてくれると、モドドラム用のドラムマップが表示されます。ダウンロードしたファイルが、ここにあります。モドドラムピッチリストという名前になっています。それを、このドラムマップのここですね。このエリアにドラッグすると、このように、モドドラム用のピッチが表示できます。そうできましたら、皆さんはここで、小さな、この書類マークみたいなところをクリックして、プリセットを保存というのを選んでください。プリセット名はそのままでもいいですし、自分なりに変えてくれてもいいです。けれども、わかりやすいように、必ず、モドドラムという部分は残しましょうね。そして OK をします。すると今後は、このように、モドドラムというリストが出ますので、いつでも切り替えていただくことができます。このようになりましたら、見やすいようにドラムビューも縦の幅を大きくしておくと便利ですよ。シフト E を押すとこのように拡大されますし、シフト W を押すとこのように小さめになります。このぐらいにはしておく方がリストが見やすいでしょうね。どんな感じになってるか鳴らしてみます。上からキックの1個目です。次はキックのビーター。スネアのサイドスティック。スネアの L。クラップ。スネアのリムショット。ハイハットのクローズ。一番使うやつですね。はい、そうです。そして次はタム。そしてハイハットのペダルを踏んだクローズです。タムの L。ハイハットのオープンチップ。ここでまたフロアタムの L があります。そしてクラッシュのエッジ。またタムの L。ここで言うタムの L とかいうのは左サイドという意味です。ここでタンバリンも出てきましたね。
またスネアのリムショットの R 右手で叩いた分ですね。モドドラムでは右左の強さを変えたり、またその右にでも位置というのが変更できまして、より硬い音、より柔らかい音、そういうのも表現できるようになっています。この辺はダムの R が続きます。はい、これで全部です。約50個ぐらいあります。自分でなかなかマップを作るというのは、まずマップを作ること自体を知らない人、そういう人もいますしね。やり方が分かってもとっても作業が大変なんですよね。先ほども見せましたように、すべてチェックをしながら、ここでしたらダムの左手は C の2ですよ。ダムの R は C の4ですよ。このように見ながら設定をしていくのは時間がかかるので、このように公開されていましたらうまく使うというのはいいですよね。今回生徒のリンダさんも、皆さんが便利に使ってくれるというならと、自分が一生懸命作ったドラムマップを皆さんに公開してくれることになったんですよね。わあ、素敵ですよね。ぜひとも有効活用していただいて、ドラムマップを使わせていただきましょう。ダウンロードはドロップボックスに置いてあります。概要欄にもリンクを貼っておきます。村長スタジオでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね。